皆さんこんにちは、料理開拓人の堀田祐介です。本日はですね、ソーダメーカーなんですけども、こちらをご紹介していきたいと思います。 RK というブランドなんですけども、ソーダメーカーをずっと欲しいなと思っていまして、まあ、炭酸水をよく飲むんですけども、まあ、ペットボトルのねゴミがかなり出ますよね。炭酸水を飲む方にはこの悩みは共通してあると思うんですけども、コストも安いですし、いろいろ調べてるうちにこの RK と出会い、こちらを購入しました。まあ、デザインの美しさを追求したスウェーデンで生まれたメーカーになります。こちらのボトルの方に水を冷やしておりますので、これをセットしてね、炭酸水を今から作って試飲していきたいと思います。まず蓋を外してもらってねじ込んでいきますね。あとはね、このレバーを下に下げると炭酸が入ります。1回下げると弱炭酸、2回下げると、まあ、普通の炭酸で、3回下げると強炭酸というふうに、まあ、炭酸の具合を自分でこう決めれるというのもこの機械の嬉しいところですね。では早速1回目のレバーを押していきたいと思います。2回目いきます。そして3回目、ではちょっと外して試飲していきたいと思いますね。おー、すごいね。じゃあいただきます。うん、すごいですね。かなり強めの強炭酸がこれで毎日飲み放題です。まあ、コストで換算すると1リッターで、約30円かかります。ですのでコスト的にはかなりお得なものとなっております。機械自体がちょっと高いんですよね。これデザイン性がやっぱすごいいいですから、ちょっとコストがこちらの機械の方にはかかってしまうんですけども、まあ、長い目で見るとソーダメーカーの炭酸水の方がかなりお得となっております。それではね、今日はこの炭酸水を使ってフリットの衣を作って揚げてみて試してみたいと思います。これね、ブラウンマッシュルーム、それと今日はナスですね。こんな感じかな。それとバナナ、こちらもフリットにしていきますね。こういう感じがいいか。あとはこちらですね、ホタテとタコ。タコはね、友達が明石で釣ってきてくれたのをいただいたので、ちょっと大量にありますけど、フリットで揚げていきたいと思います。この衣の方ですけども、薄力が 60g ですね。米粉です。これはね、私たちが作ってる高アミロース米、シガルナローリの米粉、こちらを入れます。そして混ぜてくださいね。炭酸水を 100cc、 おお、すごい、めちゃくちゃ泡立ってる。これを混ぜていきます。それではね、衣をつけていきたいと思います。これ今170度まで温度が上がりましたので、こちらで一度揚げしていきます。あんまりね、これたくさん入れるとうまいこと上がりませんのでね。
二度揚げですね。ではいただきたいと思います。まずタコからね、いただきます。うん、サクサクですね。これいきたいと思います。うん、でちょっとねバナナも最後試食していきたいと思います。うん、とろとろ。そしてこの衣はねやっぱり京丹さんで作ったのでね、気泡が細かくサクサクに仕上がっておりますね。うん、これは非常に簡単でお手頃なフリットになりますのでね、飲むだけではなくてね、こういうふうに料理に応用してみてはいかがでしょうか。そしてね、今日の動画も良かったと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価、そしてコメントの方に書き込みもお待ちしております。そう、ね、今日はこの RK のソーダメーカー、こちらねインスタグラムにアップしたところかなりの反響がありましたので、 YouTube キッチンの方でもご紹介する動画をお届けしました。今日もね最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。シュワシュワ。これねバナナのフリットやばいね。うん、香りもすごいし、まあ、マッシュルームはもうね王道でしょ。うん、このナスも食べてみようかな。トロトロ。